危ねえ、おじいちゃんが向かってきたよ。危なかった。はい、こんにちは、枝チャンネルです。今日はね、あったかいですね。今日の気温は今ね、時刻は3時、まだ15度ありますね。今日はね、ちょっとまた水のある、埼玉県の端っこの方来てね、今ちょっと水の音聞こえる？はい、ここでね、昨日ワカサギ釣りやった紅刺しが余ってるので、それでね、ちょっと今日小物釣りを帰りにやっていこうと思います。その前に縄跳び、はい、なんと、今日で縄跳びダイエット、31回目、すごいね、31回目、いやー、よく続いた。思えば11月の16日から、雨の日以外ずっと飛んだんですよね。31回目、まあ体型はね、ご飯、前は炭水化物ダイエットをやって、半年で6キロ、1キロずつね、毎日ウォーキングして1キロ痩せて、6キロ痩せたことあるんですけど、ご飯とか抜いてて、お肉ばっかり食べてて、でもうね、ものの2ヶ月ぐらいかな、6キロ痩せた、8キロ太っちゃったっていうね、すごいリバウンドがあったので、今は普通にパンとか食べたいものを食べて、まあ一応まず体力とか筋力をつけるって意味で、まあ縄跳びを始めました。うん、そうだね、持久力はついてきたかなと思います。まあ謎の筋肉痛はね、あるんですけど、うん、体力はついてきたかなって思いますね。よいしょ。なんだかんだやってるうちにすぐ気温が下がって釣りも辛くなるのでね、はい、今日も飛んでいこうと思います。今日は目標また100回以上ですね。100回以上、はい、うわーす、あ、寒くない。よし、今日もちゃっちゃと飛んでいくよ。よし、行きます。どうしよう、やった、横向きで飛んでいこうと思います。せーの、あれ、8回、もう一回、せーの、50回。普通に100回飛べたと思ったんだけど、なんだろう、やっぱ昨日のね、釣り疲れが出てるかな、なんかふくらはぎが痛いですね。昨日こういう斜面のところでずっとしゃがんで釣りをやってたので、みんな足が痛いってやってたんだ。はい、まあ今日は、こんなところで
許してちょうだい。はい、この後また釣りしていこうと思います。ケテ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 ケ。はい、おじいちゃんが見して、通り過ぎて行きました。